私たちオリジナルソングのタブタガンバとリンクさんのチクタクでした。はい、今日は皆さん何の日かを覚えてますか？じゃあせーので言いましょう。せーの。わかりませんあれちょっと誰かの誰かのあれですわかりますか？アイカちゃんの生誕祭です。あら、おめでとう。もありがとう。あら、ありがとうございます。ちょっと段取りがちょっとスカートが選びくれちゃう。風やばいですよね。本当に髪が選ぼすだって、ね、目に入る風がやばいな、ね、でもあれなんかシュールやな。何知能年齢？何？なんとか年齢？合わせてみました。アンパンマン？普段のキャラに合わせてみました。アンパンマンか？そうそう、アンパンマン。カレーパンダ。カレーパンダないの？あ、先輩に作られた。パンダ。かわいいね。アンパンマンの曲あるじゃんね。ね、びっくりしたことも。ね。なんかちょっとシュール。じゃあ改めまして、改めましてね、みんなでおめでとうを言いたいと思います。じゃあせーのって言ったらおめでとう、あいかちゃんおめでとうってお願いします。いきますよ、せーの。あいかちゃんおめでとう。ありがとうございます。おいで。そう、純金、純氷、かき氷。いやちょっとそっちのやつよりちょっと先にね落とすのが、うん、でのあれです。髪の毛についとった。あげる、あげる、あげる、中に入った。あ、うん、まずはファンの方からのお花が、あら、届いてます。ありがとうございます。あ、すごいメッセージが、ありがとうございます。持てます？持てます。かわいい。他にもね、すごい。と、なんかな、ファンの方から、あら、マカロンが、あ、マカロン一番大好きな、うん、あ、え、かわいい、カラフルで、ありがとうございます。おいしそう。やばいね。うわ、かわいい、マカロン。持ってから、はい、はい、じゃあね、これかな。お花が、お花がピンチ。そう、ひなちゃんも持ってきて。バチバチ。次はメンバーからの色紙を。すごい。はい、メンバーとツイッターも入っといてね。お、そう、スタッフさんとチームクローバーからの。あら、めっちゃいっぱい書いてあります。すごい。面白いね。おめでとう。ありがとう、アンパンマン。かわいいっしょ。家でじっくり読んでください。これは家で読みます。そう、まだまだあってね。これかな、これ。すごい、かわいい。写真を集めて、あら、引っ張れるように引っ張ると、そう、開けて引っ張れちゃう。あ、すげえ。開けたらこれガラスよね。なんか、モタヌコ落としたら怖い。やばい。そう、これ。あら、あら、ちょっとおばちゃんみたいな。やばい、すごい。あ、これ引っ張るみたいな。いや、引っ張っていかんよ。引っ張れ。これを引っ張るとよ、じゃあ、なんか。これを開ける。あ、開けて、中をビーって。そうそうそう。あ、すげえ。もう持ちたいね。
大丈夫。あ、写真がある。そうそう。あ、すごい。プリクラとかね、みんなの。落としちゃダメよ。すごい。かわいいか。じゃあ、次行きます。まだね、これか。これです。なんだ、これは。なんでしょう。開ける？なんか書いてあるぞ。あゆか。ちょっと鉛筆でね、あゆかって。すげえ。はい、開けて。はい。あ、かわいい。あゆかちゃんの顔に合わせてね。あめ、あめちゃん。あめちゃんちっちゃいまだ。うん。すごい。はい。まだね、ある。あら。やば。めっちゃかわいい。これ。わかったね。わかるよ、そりゃ。やばい。めっちゃかわいい。あらよかぞ。うん、よかぞ。やばい。かわいい。いや、いいね。こっちもすごい。割れそう。なんか落としそう。うん、ごめんね。あら、ありがとう。じゃあ次はね、ひなちゃんからのね、プレゼントつけるね。あ、変わろっか。いっぱい、やばい。あら、なんだね、これは。ミニオン。ミニオン大好きよ。ほら、目がある。お目目が。なんだ、これは。なんか癒しい人みたい。出てきた。やばい。そう、巻きで、巻きで。すごい。ねえ、あ、かわいい。コップ？あ、目のコップや。目のコップ？めっちゃかわいい。これもガラスよね。かわいい。ミニオン。ガラスかね。あ、ちょっと危ないかも、持ったら。ちょっと。かわいいよ。ちょっとガラスはね、NG だ。はい。危ないぞ。次で、最後になりますね。ちょっと。これ持っとくか。ここに入れよう。あ、ごめんね。そこに。はい。次はね、ちょっと。入らんぞ。はい、入る。マカロン。あ、オッケー。はい。はい、ちょっと持っとこうかな。落としちゃダメよ。もう入れようかね、中に。次はね、いいですか？すげえ。ありがとう。いや、次はですね、お手紙が、あら、届いてます。で、読みたいと思いますね。噛まないようにね。いや、角で噛んでしまって。はい、いきます。あゆかへ。あゆか、お誕生日おめでとう。2000年10月15日、2916g で元気に生まれてきてくれた頃のことは今でも覚えています。しっかり。あれから17年、健康に育ってくれて嬉しく思います。でも、中学生の頃は少し反抗期だったのでしょう。パパに冷たくするから、ちょっと寂しかったです。そんな中、恥ずかしくてスカートも履くこともできなかったのに、ラビッツに入りたいと言ってきたことは、時は熱でもあるのかと思いました。今ではいろんなイベントや大きなステージに立って人前に出ていることが信じられません。高校受験では勉強の方は大丈夫なのか心配でたまりませんでしたが、どうにか高校にも入れ、今学生生活、学校生活やラビッツの活動を楽しそうにしているあゆかを見ると嬉しく思います。高校に入ってからは少し大人になったのかな。パパにも優しくしてくれるようになり嬉しいです。学校やラビッツで楽しく活動できるのはあゆかを応援してくれる皆さんのおかげですよ。感謝してください。特にママにはいつもあゆかのことを手伝ってくれるし、一番の理解者ですから。ラビッツの活動も残りわずかになりましたが、一緒に今までやってきた仲間を大切にし精一杯頑張ってください。はい。あゆかのことが大好きなパパより。パパかと思わせて
他のパパの気持ちはこうなのかなと思って書いてみました。ラビッツ代表原口隆二。ちょっと待って、ちょっと待って。漂わせとった。オッケー、ありがとうございます。びっくりした。ちゃんと、ちゃんと、もっとね、もう一個ね。あ、もう一個。そう、めっちゃめっちゃびっくりした。はるきさん、次はちゃんとしたやつね。あ、オッケー。あ、すごい、しっかりしとる。あやかさんへ。実りの秋を迎え、ますます食が進むあやかさんを見て嬉しくもあり心配にもなる今日のこの頃、無事に17歳の生誕を迎えられたことに心から感謝申し上げます。ラビッツに入って軽トラ1でお祝いしてもらえるのも今日で4回目になりますね、はい、つい 先月場ではリーダーまで務めさせていただき、たくさんの方々に支えられ良い経験を積むことができました。おかげさまで体も心も一回りも二回りも大きく成長したと思います。最近も彩香さんを成長してさせてくれるある出来事がありましたね。それは突然のリーダー交代の発表でした。突然のリーダーの、あ、間違えた。卒業まではリーダーとして責任を持って最後までやると心に決めていたので、なかなか受け入れることができずにしばらく一人で悩み続けていたのを思い出します。自分に足りないのは何なのか、自分はラビッツにはもう必要じゃないんじゃないかなどマイナスなことばかり考えてしまい、練習に行きたくない、やめたいと彩香さんの口からこぼれたのも初めてでしたね。そばで見ていて感じたことは、この子がいかに真剣にラビッツのことを考えてどんな気持ちな、いや、思いで取り組んできたのか、ラビッツの本気度を感じることができました。いつもどこかふわふわしていて失敗も多いあゆかさんでしたが、自分の長所を生かし欠点が見つかったら直していくことを学びました。そしていつの間にか自分の次の役割を認識し受け入れていましたね。人にはそれぞれ立場や役割があり、いつも相手の立場に立って物事を考えたり思いやりの心を持って行動するという人として大切なことに気づくこともできましたね。彩香さんの心がまた一つ成長した大きな出来事でした。とてもありがたいことです。これからは新リーダーの琴乃ちゃんを助け協力し合い、先輩たちから受け継いできたラビッツ精神を次世代へしっかり引き継ぎ、育成に心を尽くしてくださいね。もちろんまだまだ全力のパフォーマンスも見せてくださいね。最後になりましたが、いつも応援してくださるファンの皆さん、おかげで支えてくださるスタッフさんの皆さんには言葉では言い尽くせないくらい本当にいつも感謝しております。これからも明るく楽しく仲良くラビッツ糸島の PR とラビッツを盛り上げていけるように親子でも頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。本日は素敵な生誕祭を開いていただきありがとうございました。体調にも気をつけつつ、秋の味覚とラビッツのステージを存分に楽しみましょう。追伸、あやかさん、あなたのことを誇りに思います。生まれてきてくれてありがとう。ラビッツに入ってくれてありがとう。2017年10月22日あやかママより。ごめんなさい、落としました。
あいこちゃんの好きな あの何やった？これセブチ。セブチ？そう。ソート？セブチ。あいこセブンティーになったけん。あセブチ。なるほどね。そうそう。はい。ありがとうございます。あいこママからでした。ママこっちがママか。そうそう。騙されたね。騙された。びっくりした。よっしゃ。それではね、あいかちゃんから一言お願いします。一言言います。二言でもいいよ。一言言います。今日はこんなに素敵な生誕祭をしてくださって本当にありがとうございます。私は4年目にラビッツ入って4年目になるんですが、その4年間でもうね、なんか最初の1年にくれたらめっちゃ自分でもやっぱ成長したなってわかるし、ダンスとかもやっぱ成長したなって思います。ねえ、ねえ、わからん。それとあと前までアイカとコトンちゃんで2人でなんかもうね、この先どうなるんやろうってずっとね不安になったんだけど、ね、新しいメンバーも3人入ってくれて、今すごくラビッツが若々しくなって賑やかになりました。ひなちゃんがね、もうすごい面白いです。お笑い大好きで、そうそうそう、いつも笑わせてくれてます。本当にね、ねねえねえって表せないんですよ、言葉に。なあ、笑わんね。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。あと一言。あと一言。お母さんに。これからもね、わがままなわけですが、よろしくお願いします。終わりです。終わります。はい、ね、あいかちゃんのね、まだ、実はね、プレゼントがあって、え、実はそう、ちょっと持ってきますね。あら、さっきので終わりかと思ったよ。でかっ、でかっ、はい、なんこれ、これちょっと、これさっきね、締めてたっけ。これ、段ボールが引き締めてあるとかじゃないよね。違う、なんこれ、なんか分かんないけど、え、出す出す、はい、やば、韓国行くけん、それでずっと欲しいって言ったじゃん。ああ、やばい、すごい、かわいい。いつの間に気づかれた、全然。かわいい。よかったね。めっちゃしっかりした。しかも赤好きよ、赤。マジ？そう、赤大好き。赤、ピンク、水色、青。そうそう、今日も赤。え、やばい。これを待ってます。かわいい。あ、ゆか。これどうやって入れるんやろ、こうか。横に入っとって、こう、うん、よし、やばいね、よかったね。おー、かわいい。あいしょ、重たい、すごい、ね、大きい。そう、生誕はもうこれで以上になります。本当におめでとう。ありがとう。ありがとうございます。皆さん本当に素敵な17歳を過ごしてください。もう過ごしてます。モテるか、腰やらんようにね。みんな行っちゃいましたね。